おい、そこのあんた。な、立場あんた。いや、そ、よく言う。あの連中のことを知りたい。あまり。俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。俺は立場。ふざけんな。少しは話を聞く。俺はあの人たちを売る気はない。ん？レ？違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守る。なん？そうでしょう。どうも。なかなか信じてもらえねえが、今は仇だ。道島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組をは、その元や、あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あ？桐生だ。そんな話聞いてねえぞ。わかりました。じゃあそのように。社長はうちのことを深く知りたいなら。そうか。もうここには来んなよ。ここの人。そういや、ま、一応ね。星、この辺の土地はカムロ町が戦争で俺たち見て、さっきのビ白亜ビル因果を。ま、俺は社長のポリシー。それでもあんたらには、あん、俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな。で、あんた結局どうするんだ、うちの社長。ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。ちょっと悪いけど死んでもらうぜ。やんのか。
ちょっと下がら、黙って財布出せ。邪魔だ。俺は立ち、ここに社長、後で来ることになってるはず。何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。なんだと？おれ、回れ右すんな。てめえ聞こえなかった。俺はここんとこだが。だから誰も呼ん、どげ。ガキが土地狂いやがって。お前は織田。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたんだ。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど。部下に襲わせるだけで俺の何が悪い。だからさ、やっぱ自分でやるしかない。河村町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただ大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。お互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。